さあ始まりました、 SC チャンネル携帯ホラーゲーム実況、毎週月曜日12時に更新しております。さあ今週ももうホラーゲームじゃねえよ脱線企画第2弾、先週は15ターン以内に倒せなかったエスタークを今度こそ15ターン以内に倒すべくやっていきたいと思います。さあ前回なんだかんだ途中で死ぬやつとか、あの回復がかりが落ちるとか、あとまあまあ炎の息を食らうっていうね、いろんな不測の事態というか、修正できそうなとこあったんで修正してきました。まずこのメンバーでいきます。ハグリン、ハグレメタル、ロビン、キラーマシーン、ドラゴシーサーはグレートドラゴン変わらずです。でこのハグリンさん、ハグレメタルもう苦心して仲間にしたハグレメタル、レベル8でマックスです。で最大ヒットポイントに関しては、命の木の実でドーピングしてます。ちょっと増え目もうすごいですね。素早さも身の守りもカンスト、運の良さもカンストしてます。そんなところで、ヒットポイントこそやっぱね最大レベルが低いから、なかなか見れないところもありますが、もうこのハグリンとにかく息効かない、呪文効かない、全く打撃以外寄せつけない、そして防御力も高いというね、こいつを忘れてた、こいつを回復係にしようと。ただもう装備は全部メタルキングです。でこんな感じになってて、まあ装備のおかげでねダメージもそこそこいけると思うんで、だから基本的に道具で賢者の石と世界樹の葉を装備して臨んでいただきます。基本賢者の石で回復係ですけど、まあ有事の際には打撃もできると。そしてキラーマシーン、このこれですね、一番上の装備、吹雪の剣、これ装備しました。前に使ってた、メタルキングの剣より弱いんですけど、吹雪属性のダメージが 1.5 倍になるということなので、ロビンには攻撃力が劣るものの、このメタルキングの剣ではなく吹雪の剣を装備して、戦いに臨みたいと思います。でこいつが、こんな感じですね。力素早さカンストしてます、255で身の守りももうほぼカンストに近い、で息も呪文も耐性があるということでロビンを採用。そしてこのドラゴン2匹に関しては、まあ単純にレベルをね、全員ロビン、ドラゴン、シーザーは全員レベルを前回より少し上げてやってます。氷の刃、同じ装備です、氷の刃です。で今回は、このドラゴに戦いのドラムを持たせ、祝福の杖も持たせつつ、攻撃力2倍にする係をやりながら打撃に勤しんでいただこうという、これはいけるだろう、これは15ターンいけると思うんですよね。15ターン以内に倒して、闇のトロフィーですかね、手に入れたいと思います。いざ尋常に勝負、ゴゴゴゴゴゴゴ、誰だ我が眠りを妨げる者は。我が名はエスターク、今はそれしか思い出せない。果たして自分が善なのか悪なのか、それすらもわからぬのだ。その私何をだ、私を滅ぼすためにやってきたのか。はい、ならば仕方がないな、私は滅ぼされるわけにはいかぬ。さあ来るがよい、行こう。でかい。さあ来たよ、15ターン以内。あやべえ、種使った分のヒットポイント回復しなかった。まあいいや、作戦は全員命令させてもらいます。そしてまず回復係はもう攻撃に専念、ロビーも攻撃に専念、そして戦いのドラムはがっちり鳴らし攻撃5、素早さ早いんだよな。お147、これは強い、倍になってない状態から147は強いよ。はい、効かない、効かない、効かない、あ効く、大丈夫、早いな、おい、てつく波動展開が早いです。
まだ回復しなくても良さそうよ。全体的に大丈夫そう。しつこく戦いのドラム。おお、これ倍切るとしたらどうなるんだ。本当に相当強いんじゃないか。ドラゴの素早さが少ないのが難点だが、おお、これは耐性がすごい。輝く息なんてノーダメですから、ね、全員。これはいけるぞ。で、ここはいけるね。全員攻撃。いけいけいけ。327! むちゃくちゃ強い、吹雪の剣。むちゃくちゃ強い。まあ、あのね、キラーマシン自体もレベル上がってるんで、前回より。輝く息、ノーダメです。ノーダメです。これはいけるだろう。まだ全員攻撃。293ですよ。これはいける。これはいける。灼熱の炎。あー、ロビンは食らうのか。食らうのか。ちょっと厳しいかな。ちょっと賢者かな。回復いきましょう。三人攻撃。やべえ、例のごとく何ターンか数えてないけど。いや、これはいけるだろう。これはどう考えてもいけるだろう。ああ、これが鬱陶しいね。もう一回ドラム叩かなきゃいけないですか。ちょっとロビンに黄色信号だよ。ちなみに、入れ替えて、入れ替え仲間としては、はい。このオークスですね。オークスさん、あのレベルマックスなんですけど、この人がザオリク使えるんで入れてあります。前回と違う部分。さあ、とりあえずここはでもどうしようかな。賢者使っても回復が追っつかないんじゃないか。ロビンの誰かに一発ベホマを唱えさせようかな。ベホマ係にやらせた方がいいかな。ちょっとここはベホマ係を一人入れましょう。ハグリン一瞬消えていただき、星降る腕は装備してるよな。確かな。聖司君行きましょう。もうもはや主人公なのにベホマ係と呼ばれてしまっている。悲しい。この布陣で行きましょう。よし、オッケー。役目終わり。無駄に俺が2倍になったな。ドラムをかき消してくるね。やばい、15ターンいけるよな。いけるよな。よし、ありがとう。行こう、ハグリン。最強の盾。賢者はまだ使わない。いける。いける。ドラム、いける。ドラム持たせた人選失敗だな。こん中だとみんな素早いけど、ドラゴが一番素早さがないんだ。やばい。おー、まあまあ食らった。まあまあ食らった。でもグレートドラゴンは多分一系大丈夫だから。賢者の石で乗り切ろう。あとは全員攻撃。強い。吹雪の剣強いなぁ。大丈夫。大丈夫。何気に馬車の聖司も回復してる。イオナズン、やべ、ドラゴンは食らう。食らうな。食らうな。灼熱は大丈夫。ロビンは食らうな。落ちると面倒ですからね。こういう時の祝福の杖。良いよ。良いよ。ヨナズンドラゴン勢は食らうな。
大丈夫、誰も痛くない。ちょっとドラゴきついけど全員攻撃一回いっとこう。ここはイラで畳みかけないと。ヨナズンか、やばいな。うおーし、よしよしよし、114か。それでも結構食らうんだな。ハグリなんて守備力500近くあるもんね。さあこれで賢者の石一発で乗り切ろう。ドラゴがちょっとな、いけ、終われ、死ね。よー、いけつかどうかめんどくさいな。いいね、波動きたから。もう一回賢者いっとくか。会心いいよ、会心いいよ、会心とかいいよ。頑張れ頑張れ。いや今何ターンだ実際。あーめんどくさい、めんどくさいな。延命措置みたいになっちゃってるもんね。いいね、輝く息全く誰も食らわないのがいいね。ドラムがな、後半作用だからこれミスったな。回復とドラムの配置変えればよかったな。ひとしきりみんなの攻撃が終わった後だもんなこれ。お、シーザーは2倍でいけそう。シーザー、うーわきつい。ああいいねいいねいいね。それは効かないんですよ残念ながら。一人だけ辛いか、一人だけ辛いか、一人だけ辛いか。ずっと辛いが癖になってまいだしな。入れ替えよう。行け私、私にベホマを使わせて、あと攻撃それいいよいいよ、死ね、いいよ。痛い、よし、まあまあまあ、いいでしょう。ベホマがいい仕事した。さあここちょっとどうだ、シーザーが辛そうだけど行こう。全攻撃強い強い、倒れない、倒れませんね。ういしょ、さすがに使うな。よし倒した。さあ何ターンだこれ、何ターンだ。なんとということだ、何ターンだ。16ターン、うわーもう最悪、あと1ターンじゃん、あと1ターンじゃん。マジか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 。うわー悔や、これはちょっと、これはちょっと、ちょっと待ってくれ。こっちだったよね。でこっちだったよね。16ターンか。いや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 、ちょっと皆さん、ちょっと冒険しましょう一緒に。
いやー惜しかったー。これはちょっと終われねえよ。てててて、一回出て入れば多分またエスタークと戦えると思うんで。そしてこのダンジョン長いようで、覚えちゃうとすぐ最深部に行けるんで。ヘルバトラ仲間にならないかな。あ、これもいいっすね。これ実況中にヘルバトラ仲間になるとかすげえ楽しみね。耐性が強い。このね、ヘルバトラーがまだ未だ仲間になってないんですよ。仲間にしたいんですけどね。まあ、はぐれメタルや、キラーマシンと同じように、確率は256分の1で仲間になるという。だから、ミドルスペックのパチンコでも、ハマるときはハマるもんな。もうそういう考え方しかできないのが、だいぶ、私が、パチンコのスロットのになっちゃってるんですけど。さあ、ギガンティスはもう仲間にしたんですよね。だから前回のそれこそお届けしてたやつでは仲間になって活躍もしてたんですけどね。してないか、馬車にいただけば。いや、もうどんどん行きましょう。どんどん行こう、どんどん行こう。ああ、2匹目来た。ギガンティス2匹目来た。仲間になりたそうにこちらを見ている。仲間にしてあげますか。お前2人いるからなとか言わないよ俺は。はいはい、誰か預かり状送りますか。ジャインだって。1匹目はギーガでしたけど、2匹目はジャインって名前です。アが欲しいとこですね。はい。じゃあ、ジャインちょっと行ってて。はい、いいです。嬉しそうにモンスター爺さんのところへかけていって。いいですね。いやー、いいね。ギガンティス、可愛いから好きよ。なんかね、一つ目の、可愛らしいですよね、ちょっとね。体型が。ああ、ああ、バカや。すげえ、止まり。超めんどくさい。落とし穴に落ちた。超めんどくさい。見てる方すいませんね。もう早くエスターク行けよって話なんですけど、この工程もね、ちょっとお見せしつつという感じで。ぶっちゃけのとこ言うと、カットすんのがめんどくさいんで、ね。すぐ行けますから。このダンジョン、ここ越えちゃえばすぐですから。いやー、でも、嬉しいサプライズがありましたね。ギガンティス2匹目が仲間になるっていうね。大歓迎です。一応このシュプリンガーもメガザルロックも仲間になるんじゃなかったかな。シュプリンガーなんてまあまあの確率で仲間になってくれると思ったけどな。さあ、こっからですよ。この不思議のダンジョンね、悩まされた人はたくさんいらっしゃると思います。2分1で正確な出口に行かないと、真の道に進めないよっていう、実はこれ謎のダンジョンなんですけど、もう暗記してますんで、あれちょっと待って、暗記してますんでって言った瞬間、これどっちだっけな、あれ暗記してるんですよね、服部さん大丈夫ですよね。ああ、あったあった。これだ、どっちかに曲がれるんですけど、間違った方に行っちゃうと最初の十字路みたいなとこ戻らされるんで。これどっちだ？あれ、これどっちだっけ？あ、こっちだ、こっちだ。大丈夫よね。はい。もうこの2分1の暗記しちゃって。しかもこの2分1不思議迷宮の間はエンカウントがないんで。もう道さえ覚えちゃえばスムーズに進みます。で、ここも十字路に来て、また同じ作りなのって思わせときながら、普通に迷路になってる。ここの奥に階段がある。はい、もうすぐですから。皆さん、もうエスタークですから。ここのフロア終わったらもうエスタークですから。もう、毒の沼はもう気にせず駆け抜けます。そして、
まあ、こいつらは、関係ないんですけど、レベル上げをこの最下層で僕やってまして。で、ここ、まあ、一番最初のフロアでも出てくるんですけど、多分、最下層の方が一番出るんじゃないかな。メタルキングはここ出てくるんですよ、よく。いい時なんて2匹同時に出てくるんでね。ここでレベル上げをやっておりました。だから先週の放送から、レベルも単純に足りないかなと思って、ちょっとレベル上げも頑張ってたんですよね。で、かつ、さっき、もう毒の沼に特攻したのにエンカウントするっていうね。で、さっき仲間にしたいなって言ってたブルデビルの、ここの下の階層よく出てくるんだ。やべえ、生地。他のやつに対しては武器が弱い。武器の剣も氷のように弱いんだ。なんで爆弾石はしっかり食らうの？いや、だからね、せっかくなんでこの道すがらの工程を見せていくのであれば、ブルデビルが仲間になるなんていう奇跡があったり、メタルキングを倒すみたいな絵が撮れたらいいなぁなんて思いつつも、ちょっともう一回チャレンジしてますけど。さあ、もうすぐですよ。もうすぐです。ちょっと並び替えしとこうか。せっかくなんで他の奴らにも頑張ってもらいましょうか、ちょっと。はい。もう、全力サポーターに変えたところでもうついちゃったよ。はい、ちゃんといるかな？いるね。さあ、リベンジですよ。16ターンはもう押しすぎるからね。それはいけますよ。いや、さっきの改善点としては、はい、これで大丈夫。ハグリンがドラムを叩いた方が良い。素早さを考えて。で、ドラゴが一番素早さなさそうだから、賢者の石を持ってた方が良いようだと。ここ変えるだけでだいぶ違うと思うんですけどね。15ターン、今度こそ行こう。あえて最後ドキドキするために、例のごとく数えないスタイルでいきますよ。よし。いけるだろ。今度こそ15ターンいけるだろ。これでまたダメでしたっつって引っ張るほどのものでもないのでね。はい。さあ、来たよ。ドラクエ5最強のモンスターエスターク。全員メレサスになってるね。はい。シミがドラムを叩く。そしてそれ以外は攻撃。そう、そう、そういうこと。そういうことがしたかった。2倍になってから一発目から殴る。強い。強い。OK。700。9000だったかな、確か。9000、確かあったんじゃないかな。それは食らっちゃうのよね。700だもんね。だから、単純計算700を13回やれば勝てるのか。ギリギリだな、結構。でも、ハグリンもここから攻撃に参加しますからね。うい。ああ、いいよ。おお、いいね。よしよし、いいね。やっぱドラゴの方が弱いんだな。いいね。輝く息は誰も傷つかない。なるほど。いい。これいい。やっぱハグリンにドラムを持たすべきであった。これはいいよ。相当いい。OK。灼熱ロビンだけ食らう。うん。あー、連続は厳しいね。OK。したら、ドラムは行かれてないので、入れ替えで、ドラゴさん。私と変わりましょう。はい。で、攻撃、攻撃。で、フォーマー、攻撃。あ、
ニュースが来た。ニュースパス。本日土曜日でございます。ゴルフやってるね、やっぱね。おう。なるほど。これで、まあ大丈夫だな。入れ替え算して、これ。で、ドラムはかかったまんまだから、全員攻撃。あ、違う。あれ？あ、そっか。いなかったんだ。あ、いや、違う。しまった。ドラムがない。ドラムがない。攻撃を一回やってしまった。やべえ、ニュースパスに気を取られた。ニュースパスめー、そんなところから新たな資格が来るとは。いや、今ワンターンもったいないな。今のワンターン致命的になんなきゃいいけど。うわー、あー、そうか、かかってる人もいるんだ。今、さっき入れ替えたからか。輝く息はもう大歓迎です。誰も傷つかない。メラゾーマも、ハグリンだったら無効化できたのに。まあでも大丈夫、まだいける。全員攻撃。もうちょっとさっきより無理してでもどんどん攻撃していかないとダメかもな。バカ、うわ、そういうの痛いな。そういうのあるんですか。ミスとかあるんですか。いや、ちょっとつらいか、つらいか、つらいけど、つらいけど、ここは頑張りどこ。全員攻撃。よよよ、ハグリンに、ハグリンに、ドラコだけ、どうしようかな、どうしようかな。賢者で一か一、一発賢者か。あ、やべえ、祝福の杖と別にしときゃよかったな。もうなんかやべえばっか言ってるな俺。いや、賢者の石行こう。はい、今はちょっと攻撃しなきゃいけない時のような気がする。ドラゴちょっと頑張って、頑張って攻撃食らわなきゃ多分落ちない。はいはいはい、うおー、いった、そばか。メガンテの腕輪が無駄に砕けた。あー、やっぱな、可能性考えて変えとくべきだったか。仕方ない、こういうことは想定してます。で、攻撃力低い人がやった方がいいと思うんで、ハグリンか。ハグリンかな。ハグリンと、イケオークス。ザオラル要因です、完全な。あ、ザオラル、ザウリク要因。これで、攻撃の攻撃。とにかく、よし、ドラムかかってる間は。で、シーザー173もちょっと気になるな。ここで回復させないとさっきと同じことが起こりそうだよ。攻撃力が上がったままのハグに入れる。シーザーどうしようかな。迷うな。いや、ここはちょっと強気で押していかないとダメなような気がする。いけいけ、押してけ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 。107、イオナズンか。シーザークラウ、あ、いいよ。というわけで、というわけで、ここはそっか、生き返ったからバイキルトがかかってないぞと。であれば入れ替えて攻撃攻撃ベフォーマー攻撃。よいよよいよ。政治だけ食らうよ。はい、よしよしましょう。入れ替え入れ替え
で、ちょっと迷うとこだけどドラム叩いておこう。分かってる、こやつのため。よし、よし、いいよ。めんどくさいよ。だったらもうワンターン。いや、でもまあ、あんま変わんないか。いや、もうちょいだと思うんだよな。もうちょいだと思うんですよ。ロビンが素早すぎるな。ういうい、よし、倒した。さあ、何ターンだこれ。さあ、何ターンだ。ゴゴゴゴゴゴゴ、なんということだ。よし、来たー。この私がたった14ターンでやられてしまうとは。よっ、ギリギリやー、ギリギリー。やった、15ターン以内見事達成。ありがとうございます。やったー。なんて言うんだろう。お、よろしい、そなたの力をたたえこのトロフィーを授けよう。いただきました、闇のトロフィー。しかしこの次はそう簡単にはやられねえぞ。グゴゴゴゴゴゴゴ。やっともらったよ、名産品のラスト、闇のトロフィー。これですね。秘密を持つ打倒剣、ひらがなかい。素晴らしい、素晴らしい。早速今回の企画の締めとして博物館に飾りに行きましょう。で、博物館のおじいちゃんがなんていうかコメントもいただきましょう。これで博物館が全部揃いましたよ。名産博物館へゴー。はい、そして名産品を飾るためには、夜じゃないと飾れないので、闇のランプありました。はい、これで夜にしまして入ります。博物館のおじいちゃん、なんて言ってるかな。うとうと。デスジーの日記がある。ハグリンはこっそり日記を読んでみた。博物館はわしの理想とする形となったようじゃ。感無量じゃ。こんなに嬉しいことは死んでからも初めてじゃ。そう、デスジーさん透けてるんで幽霊なんですね。さあ、感無量と言っておりますが、その感無量の作品が、見てください、この私が各地から集めた名産品の数々、こうやって飾ってあります。さあ、そのまあここ地下もあるんですけど、地下にはこの名産品レベルってやつが低いやつを飾ってあります。ここまで見に来る人でも意外といるんですよね。ここまで見に来る人も、さあさあさあ、まあ大体が皆さん一番下までいかんでも、この辺に飾られてるのって名産レベル9ぐらいなんですね。チゾットのコンパスってやつですけど、外しません。で、これ上の方に行って、この食台、はい、一個開けますけど、この2階に来るとやっぱ豪華な食台なんで、この辺のオルゴールとかは、はい、名産レベル25音鳴ってますね。うん、ヘンリーの結婚記念のオルゴール25はまあまあです。そしてここにもうマックス名産レベルが高い、あ、でも25で変わんないのか。思い出のロケットってやつをね、飾ってあります。これを台座から外します。はい。あ、ちなみにですけど、この横にいる人は、鑑定人でして、
ここに飾られた名産品がどんだけすごいかっていうのを、語ってくれます。とりあえず今撮っちゃったけど、思い出のロケット置きます。これ置いた状態でこいつに話しかけると、おお、グランバニア王妃マーサの思い出のロケットペンダントだな。パパス王とマーサが結婚するとき、グランバニアの名工が精魂込めて作ったんだよ。詳しいね。姿絵もはめられてるし、これは素晴らしい。素晴らしい。だからレベル25でもこんくらいのリアクションもらえるぐらいのいいものということですね。はい、外します。でこのロケットを外し、下に降り、このなんつうんですかね、ベストオブ名産品をあそこに飾りたいので、この中華層の空いてるところに思い出のロケットを移します。はい。そして一番この3階の一番いいとこに、一番いいとこに先ほど手に入れた闇のトロフィーを飾りたいと思います。だない状態でこいつを話しかけると、うん、わしは金持ちだからな、珍しいものならいっぱいわしの家にあるわい。まあお前たちが物の価値を知りたいと言うなら教えてやってもいいぞ。価値が知りたいものをそこの台座に置くんだな。こんな上からなんですよ。さっき、うう、素晴らしいとか言ってた人。さあ、おこう。なんて言うんだろう。このおいちゃんが。この闇のトロフィーを見て。おいた。ドスン。どんな形これ。うわぁ。あ、名産レベル30。25上回りました。困難を乗り越えた旅人に捧げる魔界のトロフィー。闇の波動が込められている。大丈夫か、そんなもんかぞって。いいえですよ。さあ、この闇のトロフィーを飾った状態でおいちゃんに話を聞いてみましょう。あのかっこいいトロフィーはなんだ？一度目にしたら最後、引きつけられるこの魅力。魔界の島も？素晴らしい。わしも魔界の住人になりたいものだ。やめときなさいよ。あれ、なんか、でもこんなもんか、リアクション。最後の一個だったもん、なんか。さっきのロケットの方がリアクション良かったような気がするな。しかも30なんだ。もっとすごいやつあったっけかな。30超えてるやつってあんのか。20。いや、やっぱこんなもんすよね。20。やっぱまあこんなもんだ。多分30はだいぶ上の方だと思うんですよね。9とかあるしね。よし、まあとりあえずね、30飾れたんで、あとはここで一泊して昼間のデスじいさんのコメントを聞いて終わりにしましょうか。おじいちゃんなんていうか楽しみですね。はい、昼になりました。おお、もうたくさんのお客さんが詰めかけるようになりましたね。あれ、おじいちゃんいない。おじいちゃん外かな。いるいる。こいつずっといるな。ずっといるな、こいつ。家帰んないんだ。ずっといるな。なんて言ってんだろう。さあ、いた、おじいちゃん。おじいちゃん、全部集めたよ、おじいちゃん。ポカポカといい天気じゃ、死んでても気持ちええわい。嘘だー。そんなコメントだね。これで揃ったな、わしの念願が果たされたとか、そういうこと言うんじゃないの。嘘でしょ。結局天気が良くて気持ちええわいで終わりました。うわぁ、もっとなんかうひょー、ありがとううひょーみたいな感じじゃないの。デスじいさん、
あ、なんだ、おい待ちなされ、なんだ、来たおじいちゃん、なんかしてくれんの。お前さんたちはついに全ての名産品を集めてくれたようじゃな。素晴らしい。そうですよ、そういうリアクション待ってましたよ。しかもそれぞれふさわしい台座に飾ってくれた。ありがとうございます。さあもう一度中に入って、お前さんたちの作り上げた名産博物館を眺めてくれ。え、もう一度中に入って、お前さんたちの作り上げた、なるほど。オートで動いてます。お前さんたちはついに全ての名産品を集めてくれたようじゃな。これでわしもゆっくり眠りにつけそうじゃ。じいさん、じいさん行っちゃうの。今までありがとう、楽しかったぞい。じいさん、じいさんがいなくなっちゃった。浮かばれたってこと？じいさんこっちに行ったよね。あ、いた。あ、普通普通にいた。普通に寝てる。なんだよそれ。はあ、グーグゴゴゴゴゴゴ。デスジーは深く眠っているようだ。どういうこと？さようならとかじゃないの？あの男は闇のトロフィーを展示したのには心底驚いたぞい。あの男はかなりの腕っぷしの強い男と見た。これからはあまり文句言わんようにしよう。なるほど。成仏かと思ったら普通に寝ただけみたいな、そういう話ですか。試しに一回出て入ってもう一回行ってみる。さあもう一回展示品を眺めておくよって言って、眺めることに何か意味あるのかな。アイテムとかくれるとかそんなんじゃないのかな。いるー、寝てるー。なんかあるわけじゃなさそうだね。見ても何にもないもんね。ないよね。異常なしですね。いやもう。さあというわけで、 SC チャンネル携帯ホラーゲーム実況、もう完全にホラーじゃない2週をお届けしましたが、見事 S タークを15ターン以内に倒すことができ、名産品も揃えて、最後はデス G が成仏すると思いきや普通に寝ただけという素晴らしい最後を迎えました。いやーでも達成感ありますね。結構レベル上げも頑張ったし、ね、仲間にするモンスターの耐性とかね、いろいろ考えて装備した結果、見事14ターンで破壊することが、倒すことができました。たまにはね、こういう番外編もいいと思いますね。まあなんですが、携帯ホラーゲーム実況、来週からね、また新しいゲームで、皆さんと一緒に楽しんでいければと思っているので、ご期待ください。さあ、というわけで、SC チャンネル月曜日、12時更新の携帯ホラーゲーム実況は、今週もドラゴンクエスト5、Sタークを15単位内に倒せるかをお届けしました。来週もお楽しみに。お相手は、服部誠司でした。